2009年バレーボール男子欧州選手権予選、出場国2009年バレーボール男子欧州選手権予選は2008年5月3日から9月14日にかけてヨーロッパ各地で開催された欧州バレーボール連盟主催の第26回バレーボール欧州選手権男子大会の予選。31カ国が参加し、9カ国が本戦である2009年バレーボール男子。 欧州選手権への出場権を獲得した。ホームアウェー戦ホームアウェー戦開催地ポプラト、プルゼニ開催地、ロッテルダム、マリーボール開催地、ダンケルク、スコピエ開催地、アントウェルペン、グリファダ開催地、バルナ、バルジン開催地、オルシティン、タリンホームアウェー戦2009年バレーボール男子、欧州選手権の出場国は以下の16カ国に決定した。 ありがとうございます。